ゴールドマンサックス、ゴールドマンサックス、ザ・ゴールドマンサックスグループ、インクは、アメリカ合衆国ニューヨーク州に本社を置く、金融グループである。株式、債券、通貨、不動産取引のブローカーであり、貸付、保険、投資銀行業務に加え、プライベートバンキングも行う。グピーフ年金運用委託先の一つ。不ふ戦争勃発の前年。 バイエルン王国のユダヤ人、マーカス・ゴールドマンが、信用手形引き受けを営み始めた。1885年、ルートビヒドレーフィウスが参加。2年後にクラインワート商会、現在、2つの法人に継承されている。ソシエテジェネラルとコメルツ銀行と提携。1896年、ニューヨーク証券取引所へ参入。1906年、 シアーズを買収し株式公開した。1920年代末という世界強行直前期にゴールドマンサックスは典型となる投資ピラミッドシャドーバンキングシステムの構築に大きな役割を果たした。セントラル、セントラルステイツエレクトリックコーポレーションと共同出資で子会社 g s t c ゴールドマンサックストレーディングコーポレーションを設立した。 セントラルは1912年、アメリカ投資を草分けるハリソン・ウィリアムズが仕掛け人となって設立された。彼は、ギャランティ、ギャレンティトラスト、現、JP モルガンから貸付を受けて、オハイオ州で活動する、クリーブランド伝統会社の発行する、普通株残高の6割ほどを572万4千ドルで買った。ウィリアムズは、区電株をそっくりセントラルに引き渡し、代わりに、 セントラル証券を受け取った。1922年、セントラルは、社債償還のために、クレーン株を現金化し、これに、銀行借入金を合わせて、ノースアメリカンの普通株を買った。g s t c を核に膨れた、ウィリアムズの投資ピラミッドが別途資金を調達し、購入は1929年まで継続した。ノースアメリカンの収益と株価が、 セントラルの経営を左右するほどの資産構成となった。資本充実の原則などなく、堂々と系列内の投身間で株式の持ち合いをし、巨大な公共事業を実態の伴わない資金で掌握してしまい、また株価操作用の資金プールを使わずして株価を上昇させたのでる。ノースアメリカンは1923年から定期的に10%の普通株式配当を行った。 株式配当額は、ノースアメリカン参加の公益事業主会社が、現実に生んだ収益を凌駕するようになった。このファンダメンタルを無視したピラミッドは、エジソン系のインサル帝国やエバスコと連結していた。1931年、マニファクチャーズトラスト、現、JP モルガンが破綻し、同社へ多額の投資をしていた、GSTC が、アトラスグループに吸収された。 1933年、アトラスは GTSC とウィリアムズのセントラルピラミッドを吸収合併した。また、ワラスグラブズのエクイティコーポレーションはユナイテッド・ファウンダーズを中心に吸合併を進め、21の投進を参加に収めた。ユナイテッドは主にハリス・フォーブズ、現、JP モルガンをスポンサーとしてセントラルピラミッド内部で会計上の循環により、 創出された利益を収むさせる事業体であった。ユナイテッドは証券取引委員会の精査を受け、1940年投資会社法まで一連の規制を作らせた立法事実として歴史に刻まれた。投信ピラミッドを断罪されたゴールドマン・サックスであったが、その社会的地位を戦後に渡り保障する男がいた。1927年から、 共同経営者となったシドニー・ワインバーグである。信仰のあったフランクリン・ルーズベルト大統領は1933年、ワインバーグにアメリカ商務省経済顧問計画会議ビジネスアドバイサリープラーニングカウンシルを設立させた。この機関はニューディール政策をめぐり政府と民間の交渉を担当した。1942年、バーナード・バルークの肝入りで設立された。 ウォー・プロダクションボード WPB の議長補佐官にワイバーグをされた。ワインバーグは戦後フォードモーターやゼネラルエレクトリックのような数々の大企業に経営顧問として招かれた。この間にアメリカの投資は力を取り戻していった。1950年代にビン・ワントレーダーのが店頭ブロック取引を開拓。1956年11月フォードが 株式公開した時にゴールドマンは共同幹事として活躍した。1967年10月、アルキャン株のブロック取引も取り仕切った。店頭市場での死亡証券取引は特定の目的があった。1940年投資会社法は投資会社が他の投資会社の基本発行議決権付け株式の3%以上を取得してはならないと定めていた。 もはや投身ピラミッドは組めないので、メロン財閥やゴールドマンを含む共通のスポンサーや引き受け人が複数の投身会社を統括するファンド複合体が作られていったのである。1960年代には海外に投身ピラミッドを作るようになった。それがファンド・オブ・ファンズである。 合衆国のカストディアンがオフショアファンドに保有するアメリカ企業株は1968から69年のちょうど2年間でおよそ9億ドルから23.5億へ急増した。転倒市場から起こった全米証券取引所の基幹化現象は民主性を担保されないまま一方的に展開した。1970年にペンセントラル鉄道会社が倒産。 同社の発行した8000万ドル帳のコマーシャルペーパーはゴールドマンにより発行されていた。証券取引委員会などから起訴され、今日の CP 利率に落ち着いた。1981年にアーロン商会、J アーロンカンパニーを買収した。南米とイスラエルに顔の利く大規模な輸入業者でコーヒーと金の国際市場で活躍していた。 外め取引までも手掛けるアーロン紹介を吸収し、ゴールドマンは CEO まで送った。1986年にゴールドマンサックスアセットマネジメントを立ち上げ、ミューチュアルファンドやヘッジファンドの運用サービスをスタートした。1989年8月17日、ゴールドマンサックスのロバート・フリーマンは、ドレクセルバーナム・ランバートのと共謀した不法取引の容疑を認めた。 後日に提出されたフリーマンの辞表に謝罪の言葉はなかった。ジョン・コーザイン時代の1998年には LTCM の救済融資に参加している。世界金融危機では連邦準備制度からベールアウトを受けた。2010年ゴールドマンショックの震源となった。翌年との関係が追求される。2013年4月。 ドイツ銀行を伴いアップル社債170億ドルを引き受け、2014年、海底ケーブルの国際カルテルに子会社を参加させていた連帯責任で制裁を受けた。2016年1月、世界金融危機につながった住宅ローン担保証券の不正販売をめぐり、制裁均等33億ドルと借りて救済金18億ドルで和解したことが明らかになった。 9月、ゴールドマン出身者のヘッジファンドが連邦海外腐敗行為防止法違反で4億1300万ドルを支払うことになった。ファンドの賄賂はリビア、チャド、ニジェール、リアナ、そしてコンゴ共和国各政府に供与されていた。これらの国々は多国籍銀行の市場となって久しい。連邦海外腐敗行為防止法はロッキード事件を立法事実とするが、 その1970年代からシャドーバンキングシステムが成長してきたことやロッキード事件で賄賂が年金という機関投資家を経由して支払われていたことは40年経っても変わらない腐敗構造を示す事実である。なお2016年よりゴールドマンはオンライン銀行 GS バンクをリテール事業として開始した。2017年5月ベネズエラ中央銀行から ベネズエラ国営石油会社2022年社債28億ドルを購入した。2017年11月、アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプの訪中に合わせ、中国投資と米国の製造業などに投資する50億ドル規模の共同ファンド、米中産業協力基金の設立合意に調印した。GSJH、ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社の 金融持ち株会社の下に置かれているの3つの会社から構成されている在日法人の代表取締役社長は持田正則2001年カバードワラントの売買で重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為証券会社の行為規制等に関する内閣不令第4条第1号を行ったとしてゴールドマンサックス証券会社東京支店に対して 業務停止命令が下された。2003年に、大英から新浦安オリエンタルホテル、浦安市、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、神戸市、南馬オリエンタルホテル、大阪市、ホテルセントラーザ博多、福岡市の4つのホテルを買収した。また、三井住友フィナンシャルグループの優先株を保有している。カバードワラントとして、E ワラントを販売し、 株のワラントのみならず、為替、金や、原油先物のワラントも開発した。2004年に、ゴールドマンサックスアセットマネジメントが、郵便貯金と簡易生命保険の投資顧問会社となった。NTT ドコモの海外における IPO をサポートしている。また、ディップルウッドホールディングスの日本長期信用銀行、現新製銀行の買収をサポートした。 通信関連では E アクセスや E モバイルにも出資し Y モバイル社長としてエリックガンを派遣している他にも経営不振のゴルフ場を次々に買収しアコーディアゴルフとして再編日本最大級のゴルフ場運営業者となっている大阪にあるユニバーサルスタジオジャパンの運営会社である USJ に投資しているこれについては米国本社100%出資の 有限会社クレインホールディングスを通して出資している。2014年4月、ゴールドマンサックスアセットマネジメントなど数社が公的年金を運用する年金席、流金管理運用独立行政法人から運用を委ねられたことが報じられた。同年10月、グピーフは国内株式での運用比率の目安を12%から20%台半ばに 大幅に引き上げる方向で調整に入った。麻生太郎財務省との協議を経て、塩崎康久厚生労働省が決定するという、従来の上限は18%だった。一連の動きに対しては、株価対策の道具にされかねないという批判が出ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。